ロックンロールの殿堂はアメリカ合衆国のオハイオ州クリーブランドに位置する博物館でロックンロールの歴史やその発展に影響を与えたアーティスト、プロデューサー、エンジニアなどの著名人を展示記録しているエリー・コハンにある施設である。運営を行うロックンロールの殿堂財団はアトランティックレコードの創始者で当時会長だった。 アーメット・アーティガンによって1983年4月20日に創設された。クリーブランド氏は1986年にこの電動の高級本拠地として選ばれた。建築家アイエムペイが現在の博物館を設計し1995年9月1日に開館した。以前日本ではロックの電動がハリウッドにある。 ロックウォークを指していたことがあり、両者の混同を避けるため、本校では、クリーブランドにある施設を、ロックンロールの伝道と忠実に表記する。ロックンロールの伝道財団は1983年に、アーメット・アーティガンによって創設され、彼は、ローリングストーン編集者兼発行人のヤン・エス・ウェナー、と数名のレコード業界幹部及び弁護士数名から、なるチームを編成した。 1986年にこの財団がアーティストの殿堂入りに着手するが、その殿堂にはまだ拠点がなかった。調査委員会はフィラデルフィア、メンフィス、デトロイト、シンシナティ、ニューヨーク、およびクリーブランドを含むいくつかの都市を検討した。クリーブランドは同博物館の誘致活動を展開して市民団体のリーダーたちが建設基金として 公金6500万ドルを約束したり、地元局 DJ のアラン・フリードが、ロックンロールを造語して、この新ジャンルを大幅に推進させたことを挙げたり、クリーブランドが最初の大きなロックコンサートの場所になったことを、引き合いに出したりもした。なお、フリードは1986年に、電動入りした、最初の電動メンバーである。さらにクリーブランドは、 最初の米国ツアーをこの都市で始めたデビッド・ボーイや1970年代と1980年代にアメリカでいくつかの主要曲を大ヒットさせる上で重要な役割を果たしたラジオ曲 WMMS を引き合いに出した。クリーブランドの在界首脳やメディア企業がオハイオ州住民60万人による署名の指示を掲げる。 単眼賞をまとめ上げ、1986年に USA Today 市でどこに電動を設置すべきかを尋ねた集計では、クリーブランドが1位になった。1986年5月5日、電動財団はロックンロールの電動博物館の高級的な本拠地として、クリーブランドを選んだ。なお、クリーブランドは市が最高の融資提案を出したために運営場所として、 選択された可能性がある。現地プレーンディーラー種の音楽評論家、マイケル・ノーマンは、それは6500万ドルだった。中略クリーブランドはこの地に、それを望んでお金を出したと述べている。電動博物館の建設場所に関する初期の議論で、財団理事会は、クリーブランドの繁華街でカヤホが川沿岸を、想定していた。最終的に選ばれた場所は、 エリーコを望む東キューバンドを折り沿い、クリーブランドスタジアムの東となった。資金調達にズレが生じた、計画段階のある時、当時の空きビルにロックンロールの電動を置く提案もあったが、最終的に建築家 i m p a に新しい建物の設計を依頼することに決まった。最初の CEO であるラリー・アール・トンプソン博士が、この設計で i m p a を手助けした。 ペイがガラスのピラミッドとそこから突き出た塔のアイデアを思いついた。博物館の塔はもともと高さ200フィートになる予定であったがバークレークフロント空港に近いため高さを49メートルに下げなければならなくなった。建物の基礎は約1万4000平方メートルである。1993年6月7日に行われた起工式にはピートタウンゼンド チャックベリー、ビリー・ジョエル、サム・フィリップス、ルース・ブラウン、サム・ムーア、カール・ガードナー、デーブ・ピアノ・アらが姿を見せた。博物館は1995年9月1日に、竣工し、テープカットは1万人以上の監修の前で、小野陽子や、リトル・リチャードらによって行われた。その翌晩にクリーブランド・スタジアムでは、 オールスターコンサートが開催され、起工式にも出席した、チャックベリーや、ボブ・ディラン、アル・グリーン、ジェリー・リー・ルイス、アレサ・フランクリン、ブルース・スプリングス・ティーン、イギー・ポップ、ジョン・フォガティ、ジョン・メレン・キャンプ、その他体制が出演した。電動入り達成者に加えて、同博物館は電動入り状況に関係なく、ロックンロールの歴史全体を記録している。 電動入り達成者は、エリー湖に突き出た位置にある特別展示場で表彰される。1986年以来、ロックンロールの電動は、新しい電動達成者を選出している。正式な電動入りの式典は、ニューヨーク市で26回開催されたほか、ロサンゼルスで2回、クリーブランドの電動で5回行われている。2018年現在、 電動入りの式典は、ニューヨークとクリーブランドとで毎年交代開催となっている。2009年と2012年の電動入り週間は、クリーブランド市、オハイオ州、ロックンロールの電動地元の財団、企業、市民団体、個人間の官民連携によって可能となった。これら団体が2009年に580万ドル、2012年に790万ドルを、 当時で、無料コンサート、ゴスペルの祝福、展示会のオープニング、博物館への無料入場、公開堂での電動入り式典を含む一週間のイベントを成し遂げた。数百万人が、このクリーブランドでの電動入りテレビ放送を視聴し、数万人がこのイベントに参加するため、電動入り週間に、オハイオ州へやってきた。2009年の電動入り週間イベントによる、 経済的影響は1300万ドルを超え、加えてこの地域に2000万ドル相当のメディア露出をもたらした。2012年の電動入り週間でも同様の結果が得られた。ロックンロールの電動はエリー湖のほとりに鎮座し、五大湖科学センターがその隣にある。この建物は7階建てである。地下1階には、 博物館のメインギャラリーであるアーメットアーティガン展示ホールがある。ここにはロックンロールのルーツの展示がある。また、ロックンロールに大きな影響を与えた都市の展示も行っている。他にもソウルミュージック、50年代の楽曲、サンレコード、ヒップホップ、クリーブランドにおけるロックンロールの遺産、中西部の音楽、ロックンロールラジオと DJ、 ロックンロールに対する多くの抗議に関する展示がある。またこのギャラリーには、ビートルズ、ローリングストーンズ、ジミ・ヘンドリックスなど、個々のアーティストに焦点を当てた展示もある。最後に、アーメット・アーティガン展示ホールには、アメリカンバンドスタンドなど様々な題材の映画を上映する劇場がある。博物館の1階が入り口フロアである。そこには、カフェと、 年間を通じて様々な特別演奏や特別イベントに使用されるステージ、そして舞台裏の話という区画がある。2階には一発屋の演目とロックンロールを形成した曲を特集した双方向展示のキオスクがいくつかある。このフロアにはレスポール、アランフリード、サムフィリップス、及びオーディオ技術の進化に関する 人工的遺産がたくさんある展示ギャラリーもある。3階には、博物館の電動セクションがある。この区画にあるのが、ジョナサン・デミの遺作を含む、ザ・パワー・オブ・ロック・エクスペリエンスで、この映画は、コナー劇場で上映されており、電動入り式典のハイライトがいくつか入っている。4階は、電動セクションの出口で、このフロアは最先端の 3D シアターで特別な、 イベントや演目に使用される、フォスター劇場が特徴である。最後に、電動の最上階2フロアは巨大な仮設展示室で、ある。長年にわたって、この2フロアでは、エルビス・プレスリー、シュプリームス、ザ・フー、U2、ジョン・レノン、ザ・クラッシュ、グレート・フル・デッド、ブルース・スプリングス・スティーン、ローリング・ストーンズなど、多数の展示が設置されている。 この電動で演奏したクリーブランド地域のミュージシャンやバンドとしては、95年の電動会行事に、プリテンダーズ、1年のジェームズ・ギャングとフーファイターズ、7年のベルベット・リボルバー、9年のラズベリーズとボビー・ウマック、2014年にマシンガン・ケリーがいる。ロックンロールの電動。手前に見えるのが、エリー・コ・アイ・エム・ペイによって設計され、 レスリー・ロバートソン・アソシエーツによって構造設計された建物はエリー・コハンにそびえ立っている。幾何学的形状と感知レバーになった空間の組み合わせで高さ49メートルの塔によって固定されている。この塔はメイン入り口のファサードがある6039平方メートルの広場に伸びて二重になった三角錐のガラス製テントを支えている。 この建物には5100平方メートルを超える展示スペースのほか、管理事務所、店舗、カフェがある。この建物の設計に込められている私の意図はロックンロールのエネルギーを反映することでした。大胆で斬新な建築用語を私は意図的に取り入れました。あとはこの建物がクリーブランド市のランドマークとなり、かつ世界中のロックンロールファンにとって 劇的なランドマークになることを願っていますとペーは語っている。双方にあった博物館のニューヨーク市別館2008年11月18日、ロックンロールの電動ニューヨーク市別館がマインハッタンの双方地区で開業した。ブロードウェイのすぐそばのマーサーストリート76番地にあった別館は2322平方メートルの地下空間を占めていた。 博物館別館は、クリーブランドの母体とおおむね同じ方法で運営されており、目玉として、プリンスが、プリンス、パープルレインで着たコート、デビッド・バーンが、ストップメイキングセンスで着た大きなスーツ、エルビス・プレスリーのライダースジャケットや彼の聖書などの原型展示物が陳列されていた。ただし、別館は、最初から、ニューヨーク地域に明確に焦点を合わせており、 何十年間ものバンドステッカーが厚く積み重ねられた CBGB の電話ボックスブルース・スプリングスティーン所有の1957年型シボレー、市内のミュージシャンのため取り置いてある特別ギャラリーロック市における名所を強調するマインハッタンの入り組んだ約8メートル縮尺モデルなど巨大展示物用の空間も十分に取っていたヤン・ウェンナーが 別館理事会の会長を務めた。開業した夜の宿宴で、軽率にも彼は、そもそも我々がそれをニューヨークにしなかったことが、小さな悲しい出来事の一つですと記者に語ってしまい、物議を醸してしまった。これは誤解されてしまったのだと語るウェンナーは、後に、自分の発言を悔やんでいるととろして、ロックンロールの電動博物館がクリーブランドにあることを、私は、 間違いなく喜んでいますと明言した。別館は2010年1月3日に閉鎖され、報道によると、その急な終了は2007から2008年の世界、金融危機とその後の都市観光業低迷が原因とされている。1997年以来、ロックンロールの伝道は、数多くの期間限定展示を開催しており、それは、博物館の最上階にフロアを占める、 大掛かりな展示から、下界の主要展示ホールに設置されることが多い小さな展示まで、規模は様々である。1997年5月10日に開催された、同博物館最初の大掛かりな展示は、I want to take you higher, the psychedelic era, 1965から1969と称するものだった。これには、ジョン・レノン、 エリック・クラプトン、ジョン・セバスチャン、ジェファーソン・エアプレーン、ジャニス・ジョプリンなど数多くのアーティストに由来する、品々であったり、モントレー・ポップ・フェスティバルやウッドストックに関連する、ものが含まれていた。この展示に続くのが、1998年8月8日から1999年9月5日まで、開催されたエルビス・イズ・イン・ザ・ビルディングである。 この一年に及ぶ賞賛展示は、1986年に初回伝道入りを果たした、キング・オブ・ロックンロールこと、エルビス・プレスリーに捧げられた初めての展示だった。グレースランドは、エルビスの生涯と、伝説的な経歴にわたる、この特別な賞賛展示のため、厳選した重要な代表的作品を提供した。その次に、博物館は、ルーツ、ライムズ・アンド・レイジ。 ザ・ヒップホップストーリーを展示公開した。これはヒップホップに焦点を当てた初めての大規模な展示で、1999年11月11日から2000年8月6日まで開催された。その後、ロックンロールとファッションに焦点を当てた展示ロックスタイルが行われた。これは、バディホリーからアリス・クーパーまで、レイ・チャールズからデビッド・ボーイまで、 スモーキー・ロビンソンからスライストーンまでの衣装を特集したものだった。クリーブランドでの展示終了後にロックスタイルは米国内にある他の博物館でも興行が行われた。その他の期間限定展示には2000年10月20日から2003年1月1日まで開催されたレノン・ヒズ・ライフ・アワークなどがある。2016年にクリーブランドで開催された 共和党の全国大会中に開催された大規模展示は、ラウダーザンワーズ、ロック、パワー、ポリティクスだった。他にも大規模な期間限定展示として、ザ・クラッシュ、ドアーズ、ザ・フー、ブルース・スプリングスティーンに焦点を当てたものがあった。ロックンロールにおける女性の役割に焦点を当てたテーマ限定の展示もあった。これらの展示の多くは、クリーブランドで終了した後、 他の博物館に移って展示が行われている。直近の2017年における、同博物館の主な期間限定展示は、ローリングストーン氏の歴史に関するものとなっている。ロックンロールの伝道はまた、小さな期間限定展示も多く開催している。長年にわたるこちらの展示は、バンズワープドツアー。 バングラデシュ難民救済コンサート、ウッドストックの40周年及び50周年、オースティンシティ・リミッツ、モントレー・ポップ・フェスティバル、ロイ・オービソン、モータウンの50周年、トム・ペティザ・ハート・ブレイカーズ、マーティス・スチュアート、ポール・サイモン、グラハム・ナッシュ、ジョン・メレン・キャンプ、ゲディ・リーなどに焦点を当てている。同博物館はロックンロールに関連する写真や、 アート作品の展示も行っている。この伝道で作品が紹介された写真家の中にはジョージ・カリンスキーやリンゴールド・スミス、リンダ・マッカートニーなどがいる。またこの博物館はフィリップ・バークのアート作品をある期間限定展示で特集し、後の展示ではハーブリッツを特集した。ロックンロールの殿堂博物館はコンサート、インタビュー、公演、 映画上映、その他ロックンロールの物語を伝えるイベントなど、数多くの公開プログラムを制作している。毎年2月、この博物館は、アフリカ系アメリカ人が、ロックンロールの歴史で果たした重要な役割を伝える、コンサートや映画上映、講演会を開催することで、黒人歴史月間を祝っている。1996年にこのプログラムが始まって、以来、 ロバート・ロック・ウッド・ジュニア、ザ・テンプテーションズ、チャールズ・ブラウン、ルース・ブラウン、オハイオ・プレイヤーズ、ロイド・プライス、リトル・アンソニー・ジンペリアルズ、アル・グリーンなどのアーティストが黒人歴史月間に、博物館に登場した。別のプログラムには、電動シリーズがある。このシリーズは1996年4月に始まり、 電動入り達成者に対する滅多にない親密な環境でのインタビューを目玉としており、ほとんどの場合は同博物館のフォスター劇場で行われる。通常はインタビューに続いて聴衆との質疑応答が行われ、電動入り達成者による演奏パフォーマンスが行われることも多い。このシリーズに参加した伝道入り達成者はダリル・マクダニエルズ、ロイド・プライス、 マーサリーブス、マーキー・ラモン、シーモア・スタイン、レイ・マン・ザレク、メアリー・ウィルソン、ロニー・スペクター、ブーツ・イー、コリンズ、アン・ウィルソンとナンシー・ウィルソン、デニス・エドワーズ、ヨーマ・カウコネンなどである。類似のプログラムに伝説シリーズがある。このプログラムと伝動シリーズの唯一実際の違いは、伝動入りしていないアーティストを特集していることにある。 ジョイディビジョンのピーター・フック、ソルトン・ペパーのスピンベレラ、トミー・ジェームス、シャイ・ライツなどが伝説シリーズに参加したアーティストたちの一部である。ロックンロールの伝道博物館で最も評価の高いプログラムは毎年恒例のアメリカ音楽マスターズシリーズである。同博物館は毎年インタビュー、映画上映、そして多くの場合は 特別展示を含めた一週間にわたる一連のプログラムで電動入り達成者の一人をお祝いする。この祝典はクリーブランドの劇場で開催されるオールスターコンサートで締めくくられる。このコンサートには電動入り達成者から直近のミュージシャンまで多彩なアーティストが混ざって参加する。アメリカ音楽マスターズシリーズは1996年に始まった。 それ以来、このプログラムは、以下の殿堂入り達成者を称えている。ジュミロジャーズ、ロバート・ジョンソン、ルイ・ジョーダン、マディ・ウォーターズ、ベッシー・スミス、ハンク・ウィリアムズ、バディ・ホリー、レッド・ベリー、サム・クック、ロイ・オービソン、ジェリー・リー・ルイス、レス・ポール、ジャニス・ジョプリン。ファッツ・ドミノとデーブ・バーソロミュー、アレサ・フランクリン、チャック・ベリー。エバリ・ブラザース、そしてジョニー・キャッシュ。 2019年にコンサートシリーズの様式が一新されて、同イベントは、ロックホールの名誉者へと改名された。2019年9月、初回のロックホール名誉者コンサートには、メイビス・ステープルズが登場し、クリーブランドで演奏が披露された。殿堂博物館キュレーターのジェームズ・ヘンケは、博物館のキュレーター職員、多数のロック評論家、音楽の専門家とともに、 純不動のロックンロールを形作った500曲をリスト作成した。このリストは、同博物館の常設展示の一部で、1995年の開館から博物館の一部として想定されたものだった。そこには1920年代から1990年代にかけて録音された楽曲が含まれている。このリストで最も古い楽曲は、 1882年頃に書かれたウォーバッシュキャノンボールで J.A. ロフの作とされている。しかし、それ以降160曲が追加されて、現在このリストは単にロックンロールを形作った楽曲を指すものとなった。同リストの最新楽曲は2006年にリリースされたナールズ・バークレーのクレイジーとマイ・ケミカル・ロマンスのウェルカム・トゥ・ザ・ブラック・パレードである。 ビートルズとローリングストーンズは660曲の楽曲リストでそれぞれ8曲と最も多く選ばれている。リスト入り4曲以上のアーティストロックンロールの伝道は25周年をニューヨークのマディソンスクエアガーデンでの2日にわたる連続コンサートでお祝いした。この祝宴には様々なアーティストが登場し上のリストからは U2。 ブルース・スプリングスティーンイーストリートバンド、アレサ・フランクリン、スティービー・ワンダーが演奏を披露したほか、ジェリー・リ・ルイス、パティ・スミス、サイモンガー・ファンクル、ディオン・ディムッチ、メタリカ、ジェーム・ス・テイラー、ボニー・レッド、ファーギー、ミック・ジャガー、ルー・リード、レイ・デイビス、オジー・オズ・ボーン、ポール・サイモン。ジェフ・ベック、バディガイ、スティング、 リトル・アンソニージンペリアルズ、クロスビー、スティルス、ナッシュヤングラが参加した。第一、夜は、ブルース・スプリングスティーンイーストリートバンドが、特別ゲストのジョン・ホーガティダーレン・ラブ、トム・モレロ、サム・ムーア、ジャクソン・ブラウン、ピーター・ウルフ、ビリー・ジョエルと共に、約6時間のコンサートを終えた。 英国のギタリストでシンガーソングライターのエリック・クラプトンは唯一ロックの殿堂入りを3度達成しているアーティストたちは年1回の受賞式でロックンロールの殿堂入りを果たしていく。長年にわたり式典の多くがニューヨーク市のホテルオレドルフ・アストリアで開催されてきた。しかし1993年1月12日に式典がロサンゼルスで開催され、 2013年にも再び開催された。ロックの電動博物館開業から約1年半後の1997年5月6日、クリーブランドでこの式典が開催された。2009年と2012年にも式典がクリーブランドに戻った。現行の計画は3年ごとに式典をクリーブランドで開催するよう求めている。一般的に電動入りする人数は 各年5名から10数名ほどである。実際のところを存命する電動入り達成者は全員が式典に出席しており、彼らは音楽的に影響を受けたアーティストから電動入りの栄誉を授与される。授与者と電動入り達成者の両方が式典で講演し、そこでは電動入り達成者と授与者の双方による音楽演奏が披露されることも多い。 1986年1月23日の初回で、殿堂入りした人物には、エルビス・プレスリー、ジェームズ・ブラウン、リトル・リーチャード、ファッツ・ドミノ、レイ・チャールズ、チャック・ベリー、サム・クック、エバリー・ブラザーズ、バディ・ホリー、ジェリー・ディ・ルイスなどがいた。ロバート・ジョンソン、ジミー・ロジャース、ジミー・アンシーは、アーリー・インフルエンス部門で、ジョン・ハモンドは、 ライフタイムアチーブメント賞でアランフリードとサム・フィリップスは非演奏者部門でそれぞれ殿堂入りした。ロックンロールの歴史家で構成される候補指名委員会はパフォーマー部門の名前を選別しその後世界中にいる約500人の専門家によって投票が行われる。投票に選ばれる人物には学者、ジャーナリスト、プロデューサー、その他音楽業界功労者などが含まれる。 アーティストは最初のレコードがリリースされてから25年後に殿堂入りを受ける資格を有する。選定基準にはロックンロールの発展と永続に対するアーティストの貢献度などが含まれる。認定投票が用いられ最低50%の承認を条件として過半票を獲得した候補者が殿堂入りとなる。毎年約5から7人のパフォーマーが 電動入りとなっている。リードボーカルが、電動入りした時に除外して、物議となったため、ミラクルズ、フェイマスフレームズ、コメッツ、ブルーキャップズ、ミッドナイターズ、クリケッツの6グループが、2012年に特別、委員会によって、パフォーマー部門で、追加電動入りとなった。候補指名委員会メンバーのテリース・スチュワートは、この件に関しては、多くの議論がなされました。 リードボーカルが電動入り時にグループが含まれなかった理由については毎回話し合いがなされました。実に正直なところ、本当に誰もその質問に答えることができませんでした。もうずっと昔の話です。中略私たちは組織としてそれを雑誌することにしました。これがその結果ですと語った。アーリーインフルエンスには主にカントリー、フォーク、ジャズ、 ブルースなど、ロックンロールのアーティストに、着想や影響を与えた、より昔の時代のアーティストが該当する。この部門で殿堂入りした著名なアーティストには、ビル・ケニージンクス・スポッツ、カントリー奏者のジミー・ロジャースとハンク・ウィリアムズ、ブルース奏者のハウリン・ウルフとマディ・ウォーターズ、ジャズ奏者のジェリー・ロール・モートンとルイ・アームストロングなどが、いる。2000年のナット・キング・コールとビリー・ホリデの後、 ロカビリー歌手のワンダ・ジャクソンが選ばれる2009年まで、この部門では誰も電動入りしなかった。この部門の初期の電動入り達成者と違い、ジャクソンの経歴はほぼすべてが、伝統的なロック時代の始まりとなる1955年以降に起こったものである。以前のノンパフォーマー賞で、この部門には、レコード会社の役員、作詞家、音楽プロデューサー、 ディスクジョッキー、コンサート工業者、音楽ジャーナリストなど、主に音楽業界の舞台裏で働く人々が、該当する。2007年と2009年を除き、この部門には、毎年少なくとも一人は殿堂入り達成者がいる。電動の共同設立者、アーメット・アーティガンの死後、2008年に、彼の名誉を称えてこの賞が改名された。 この部門は2000年に導入された以前のサイドメンショーで主にプロデューサーで構成される委員会によって選出された熟練のセッション演奏家及びコンサート演奏家を称えるものである。この部門は2004年から2007年まで休止しており2008年に再始動した。2010年にこの栄誉がミュージカルエクセレンス賞に改名された。 ロックンロール電動財団の会長、ジョエル・ペレスマンによると、この賞は何らかの事柄に没頭する柔軟性を我々に与えてくれ、普段では気づけなかったかもしれない一部の人々を認識させてくれるという。オハイオ州クリーブランドにあるロックンロールの殿堂、2015年11月ロックンロールの殿堂博物館にある図書館と資料館は、 ロックンロールの歴史に関する資料に関する世界で最も包括的な収蔵庫である。その使命はこれら資料を収集、保存、閲覧提供することである。図書館と資料館には2段階の運用がされている。人々は図書館に来て本や雑誌を読んだり、音楽やその他の録音物を聞いたり、ビデオや映画を見ることが可能である。また、真剣に取り組む。 学者、歴史家、報道記者たちは、アーキビスト職員の監督下で、蔵書資料を閲覧することが、事前予約で可能となっている。図書館には、書籍、学位論文、様々な参考文献が収められている。そこにはよく読まれる雑誌、学術誌、業界誌、商用の録音オーディオと録画ビデオ、研究データベースも置かれている。 資料館には、レコード会社幹部、アーティストのマネージャー、各レーベル、歴史的会場、収録スタジオ、ステージ設計と照明の専門家、長期にわたる、コンサートツアー、などから取り寄せた、音楽業界の各種記録が収められている。そのコレクションには、アレサ・フランクリンやマドンナによる直筆の、 個人的な手紙、ジミヘンドリックスや LL クール J による手書きの作業歌詞、スーキャシディクラーク等による音楽ジャーナリストの論文、1970年代に CBGB で撮れたレアなコンサート録音、といった重要な個人的物品も含まれている。伝道への最も多い批判は候補選考のプロセスが創設者のヤング・エナーやスーザン・エヴァンズ、作家のデイブ・マーシュなど、 ミュージシャンではない少数の個人によって管理されている点であり、ロック界全体の見解ではなく彼らの個人的な好みを反映しているというものである。選考委員会の元メンバーは、以前、スーザン・エバンズは、晩さんのチケットを売れる、ビッグネームが十分でないことを理由に、この選別が行われたことを嘆いていました。それは、ドゥアップの、とあるグループを削除することで、 すぐに修正されたのですが、アーティストの名前で好みを選んでいたように思えました。中略リストにもっと知名度が必要だからと、50年代から60年代初期の先駆的なアーティストが外されていく様子を私は目の当たりにしました。結果として70年代のスーパースターがそれを成し遂げられるようにした人たちよりも先に獲得しました。こうした 数名の先駆者は、現在もまだ入っていませんと語っている。シスター・ロゼッタ・サープは、ロックンロールのゴッドマザーないし、グランドマザーとみなされることも多いが、2017年まで、電動入りに選ばれなかった。ベルベット・アンダーグラウンドのモーリン・タッカーはこの、電動を、ダサい電動だと吐き捨てた。また、先行プロセスの不透明性に対する批判も、存在する。 ニューヨークタイムズ紙は次のように書いている。名声とお金がかかってくるので、多くのロビー活動が舞台裏で行われているのは、驚くことではない。特定のある年に、幾人かのある演者が特定して選ばれる理由は、部外者のみならず当事者たちにとっても謎であるが、委員会のメンバーはそれを維持したいと言っている。候補指名委員会のジョンランド会長は、 その方法を委員会が望んでいるとして、我々は議事録を不透明のままにしておく良い仕事を成し遂げているのです。すべてが部屋の中で完結するのですと発言している。FOX ニュースによると、数万の署名を伴う請願がも無視されており、その上で特定レコード会社や企業とともに、署名活動したり様々な委員会メンバーを参加に置いた。 いくつかのグループは議論も一切されることなく指名候補に担ぎ上げられている。同委員会、または、ある特定ジャンルの大部分を無視していることで、非難されている。著述家のブレッド・ミラノによると、ジャンル全体が飛ばされているのは、特に、プログレッシブロック、60年代のトップ40、ニューオーリンズのファンク、そして多くのブラックミュージックであるという。もう一つの批判は、 電動入りしたアーティストが多すぎる点である。この15年で97組のアーティストが電動入りした。電動入りには最低50%の投票が必要だが、最終的なパーセンテージが発表されることはなく、投票用紙が発送される前に電動入りとなる確定人数が設定される。候補指名委員会の元メンバーだったジョエル・セルビンを含む一部の投票者は、 いずれの候補者も本当に価値があると思えなかったため、2007年には票を投じなかった。2006年に電動入りしたパンクロックの英国バンドであるセックスピストルズのメンバーは、この博物館を小便の染み、ワインに入れた、尿を呼ばわりして、式典への出席を拒否した。2013年に BBC の音楽ラジオ局で行われたジョン・ピールの講談で、 歌手シャルロット・チャーチは、ロックの伝道に入った295組の演者とアーティストのうち、全体の259組が男性で、36組の女性演者の一人は、ティナウェーマスのトーキングヘッズ加入によると指摘して、同博物館の性差別を非難した。事実、伝道入りした女性の実際の割合は8.5%で、ある。全部門を合算しても、 電動入り達成者719人のうち女性は61人となっている。2016年の電動入り達成者スティーブ・ミラーは自身の電動入りスピーチや特にその後のインタビューの両方でこの電動について苦言を提した。その批判には女性の電動入り達成者が全体的に不足していること、音楽教育に対して電動による支援が 十分でないこと、受賞式での伝道入り達成者の扱いが存在であること、といった彼の見解が含まれていた。2018年、アイアンメイデンのブルース・ディ・キンソンはこの伝道を、全くの完全なるデタラメの塊だ。中略目の前で起こったとしてもロックンロールを、知らないのだろう。独善的な、血まみれ、アメリカ人の集団によって運営されていると批判した。 リッキンソンは、また、博物館に入れると、後にそれは、死んでしまうとも主張して、電動の存在に対する、全体的な嫌悪感も表明している。アイアンメイデンは2004年より、電動入りする資格があった。ハードロックとヘビーメタルのウェブサイト BLABBERMOUTH.net は、キッスが、電動入りまでに15年、ディープパープルが23年かかった様子を、 観測していたジューダス、プリーストのヤンヒルは、自身のバンドが、電動入りしない点に関して、おおむね彼らが、ヘビーメタルの音楽を好んでいると自分は考えて、いないと2019年のインタビューで語っている。2018年、英国ロックバンドのダイアーストレーツが、電動入りした時、グラミー賞を受賞した、バンドリーダーのマーク・ノップラーは、 こちらの式典に出席せず、公式な説明もなかった。デーブ・マシューズ・バンドは、ファン投票で1位だったにもかかわらず、部門に入っていなかったため、2020年の、指名選考を非難したものも、幾人書いた。2007年3月14日、その年の電動入り式典の2日後にフォックスニュースは、デーブ・クラーク5が5番目で、 電動入り達成者になるべきだと主張する記事を発表したというのも彼らは電動入りしたグランドマスターフラッシュザ・フューリアス5よりも得票が多かったのである。同記事では続けてヤン・ウェナーが投票予定日に関するこじつけを使ったと主張している。実際、デーブ・クラーク5はグランドマスターフラッシュよりも6票を多く獲得していた。 ロックンロールの電動財団は、これには、様式や、規則や手順があるのです。投票が行われるべき指定時間があり、その後で、票数集計が行われます。得票上位5組のバンドが獲得しましたと回答した。その後、デーブ・クラーク5は再び候補指名され、翌年に、電動入りとなった。2007年6月、ピータートークは、ウェナーが、 モンキーズを追い出したとニューヨークポスト紙に不平を主張して次のようにコメントした。規則が何であるのか気にも留めず自分がちょうどいいと思う方法で運用しているに過ぎません。それは権力の乱用です。モンキーズが殿堂入りしたかどうか自分にはわかりませんが個人的な気まぐれから自分たちが入らなかったのはほぼ明らかです。ヤンは 他の誰よりも苦労したと思われていますが、40年経って誰もが大変なことってなんだよ他の誰もがそれをしているよと言っています。彼を除けば今や誰も気にかけません。1967年や1968年当時の彼の道徳的判断が2007年でも機能していると彼は思っているのでしょう。バンド仲間のマイクネ・スミスは、 フェイスブックの投稿で自分はモンキーズの影響を内側から見ることしかできなかったからモンキーズが殿堂入りしていたのかはわからないと語りつつさらに続けて次のように述べた私は抱負が民間企業だとわかっていますビジネスとして運営していると思われ企業オーナーの何らかの行動によって殿堂入り達成者がそこにいるわけです殿堂入り達成者は オーナーの機嫌で選ばれたものと思われます。これは私にも妥当だと思います。いずれにせよ、それは彼らのビジネスなのです。私には、抱負が公的な義務を果たしているとは思えませんが、公的なものへと適用を余儀なくされるべきでもありません。タイム氏、米公共ラジオ局、クリスチャンサイエンスモニター紙、ゴールドマイン氏、ヤフーミュージック、MSNBC といった、 様々な雑誌や報道機関がモンキーズはロックンロールの殿堂入りに値するとの議論を行った。未選出であることを不服として2004年にチャビーチェッカーが抗議活動を行った。ありがとうございます。